ゼロです。ゼロが現れました。なんという愚かな行為でしょう。ゼロ。クラリスさん、無理して中継を見なくても。ゼロや黒の騎士団がどうなるか見ておきたいの。そうでないと私。決闘？なんとゼロがギルフォード総督代理に対して決闘を申し込みました。どうやら1対1での決闘を行うようです。決闘だって。私の武器はこれだ。では私はその盾を貸してもらおう。盾を選んで、ゼロは一体どうして。いや、何か策があるはずだよな。そうだろルルーシュ。ゼロが決闘に選んだ武器はなんと盾。ゼロは最初から勝つつもりが。ん？この音は何でしょうか。質問しよう、ギルフォード卿。正義で倒せない悪がいるとき、君はどうする。自信？違う、これはブラックリベリオンの時の。これは階層フロアが総領事館の方に向かって倒れ込んでいます。あそうか、ルルーシュ、総領事館側に強引にでも持ち込んでしまえば、そこは中華連邦の領土、ブリタニアはおいそれと手出しができない。それを狙って。これはあの時の。クラリスさん、これは大変なことになりました。我がブリタニ。大丈夫、ここは安全だよ。怖くないから。でもゼロが。黒の騎士団が。大丈夫、クラリスさんのそばには僕がいる。僕がいるから。あなたが。うん、だから安心して。クラリスさんは僕が絶対に守るよ。クラリスさん、こんなに震えて、よほどあの時が怖かったんだろう。でも心配しないで、クラリスさんにはもうあんな思いはさせない。そのためにも僕はブリタニアを。黒の騎士団、万歳！万歳！ゼロを助けたナイトメアは？真空の領土で外に出した。真空？さっき話した中華連邦の人。そうか、なら私も使わせてもらうとしよう。で、そのパイロットはバベルタワーには？ウラベの件があるからな。名前などは伏せるが、我々の賛同者と考えていい。相手にギアスを使ったのか。当面は必要なくなった。それより C2 皇帝に。ちょっと待って、私にもパイロットのことは秘密なの？いいだろ、姫ごとくらい持ちたい時もある。それはゼロとして、ルルーシュとして。君との関係もオープンにはしていないだろう。ちょっと変な言い方やめてよ。ゼロの正体は知っているのは組織内でここにいる私たちとあいつだけとなったが。それも伏せよう。ルルーシュ、私は今まで通りゼロの親衛隊隊長でいいのかしら。ああ、わかりました。了解です。よろしく頼む。ギアスのことは後で話そう。それより今は。ああ、わかっている。おお、懐かしの団員服。よっしゃ、よくこんなの用意してたよな。光月隊長と浦部さんが準備していて。へえ。そうか、浦部は立派に言ったか。はい、告白しちゃえばいいのに。何を告白しろと。ゼロだ。ん？ゼロ？ゼロ？待て待て！助けてもらったことには感謝する。だが、お前の裏切りがなければ私たちは捕まっていない。一言あってもいいんじゃない？ゼロ、何があったんだ？全てはブリタニアに勝つためだ。ああ、それで？それだけだ。他にないの？言い訳とか謝罪とか。やめろ。
ゼロ、勝つための手を打とうとしたんだな。私は常に結果を目指す。わかった。え？作戦内容は伏せねばならない時もある。今は彼の力が必要だ。私は彼以上の才覚を他に知らない。俺もそうだ。みんなゼロを信じよう。でもゼロはお前を駒扱いして。彼以外の誰にこんなことができる。ブリタニアと戦争するなんて中華連邦だって無理だ。 EU もシュナイゼル王子の前に負け続けているらしいじゃないか。俺たちは全ての植民エリアにとって希望なんだ。独立戦争に勝つためにも俺たちのリーダーはゼロしかいない。そうだ、ゼロ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 。ありがとう諸君、君たちの思いは十分に伝わった。その期待には行動をもって応えるとしよう。そのための合衆国日本だ。合衆国日本、すごいよな。中華連邦の中に国を作っちまうだなんて。だがまだ形骸なものでしかない。これより我々黒の騎士団はブリタニアから真に日本を取り戻すべく活動を再開する。日本を取り戻す。そうだよな。そのために俺たちは。ゼロが復活し、黒の騎士団が救出された。このことはエリア11中に知れ渡っている。そうなると各地での反ブリタニア活動がこれまで以上に活発化しますな。だったら今度こそ成長を。ああ、しかし今はまだ力が足りない。人員も戦力も装備も何もかもが足りない。だから今は力を蓄えるのだ。そしてかつてよりも強大な力を持つ神聖黒の騎士団となり、ブリタニアから日本を取り戻すのだ。ああ、ほら着いたぞ。この先の沼津港から東京疎開行きの船が出てる。ありがとうおじさん、ここまで乗せてくれて。それは構わねえんだけど。本当に行くのかい？あんたみたいなお嬢ちゃんが黒の騎士団に入るだなんて。はい、約束したので。でも心配してくれてありがとうございます。そうかい、気をつけるんだよ。はい、おばさんたちもお元気で。きっと日本を取り戻すから待っててね。ああ、あんな小さな子が戦いに行くなんてな。どうかあの子が無事でありますように。ラクシャータ、フロートシステムの準備はどうですか？飛翔滑走翼。飛翔なんです？飛翔滑走翼、私たちのナイトメア用に開発したフロートシステムのことさ。取り急ぎグレンのものは積み込みまで済ませてるよ。グレンのものだけですか？そりゃそうだろう、他の奴らが解放されるタイミングなんてわからなかったんだから。それにグレンは他の機体と違って飛行用の管制システムを組み込んでいないからね。専用の頭部とセットで開発してたのさ。確かにグレンを優先するのは道理ですね。しかし、心配しなくてもインド軍区での量産は順調さね。ゼロの専用機や私たちの母艦になる船の建造も。それを聞いて安心しました。では私は中華連邦との交渉に注力するとしましょう。おや、あんたはエリア11には行かないのかい？ええ、ゼロが中華連邦総領事館と話をつけている以上、こちらにも交渉術に長けた人間がいた方が良いでしょうから。それにエリア11にはあの方も向かわれるので私は必要ありませんしね。かぐや、女官から聞いたのですが、エリア11でゼロという人が復活したとか。はい、天使様はよくご存知で、その方が私の夫ですわ。
して、そのゼロは本物なのでしょうか。いなこと、さっきの処刑阻止の一件、あのようなことができるのは本物のゼロ様しかおりませんから。しかし、正体がわからないのでは。何か不都合でも？ゼロは行動でその身の証を立てる。それゆえに信じられるのです。かぐや殿、今はそのように煙に巻かれるのではなく、かぐやはそのゼロを信じているのですね。天使様、今はそのような話をしているのでは。はい、信じております。あの方は日本の奪還に向けて再び動き始めました。私も動く時が来たのです。動く？かぐやが？はい、私はゼロ様の妻ですから。以上だ。当面のことは奥義と東堂に任せてある。後のことは頼んだぞ。お前はこれからどうするんだ？囚われの学園へと戻るのさ。学園へ？ああ、ブリタニアの皇帝シャルルの狙いは C2 だ。俺は C2 をおびき出すための餌、そのために学園が利用されている。俺を監視するためにな。そんなところに戻って大丈夫なの？問題ない。今はその掌握に動いているところだ。それにあいつもいるしな。そういえばバベルタワーで別れたっきりね。あいつにはあいつの生活があるからな。それに今回の奥義たちの救出にはあいつの情報も一役買ってくれた。今はまだブリタニアで行動してもらった方がこちらとしても都合がいい。そっか、まだあいつはあいつのままでいられるんだね。よかった。カレン、そういえば C2、 例の件あいつには伝えておいた。例の件？ああ、カレンは知らなかったな。実は俺たちが無人島に飛ばされていた頃、あいつは式根島で正体不明の敵に襲われて大怪我を負ったんだ。そういえば大怪我したって聞いたけど、正体不明？その時はな。その後の調査であいつを狙っていたのはあいつのおばであるカーリー・ディゼルだと判明した。あいつのおばさんがどうして？理由はわからん。しかしあいつを二度にわたって狙っている以上、何か理由があるはずだ。調査を進めてみないとな。わかった、私も気にかけておく。頼む、そろそろ時間切れだ。俺は学園に戻るが、 C2。 なんだ？ギアスのことは次に会った時にじっくり聞く。はぐらかすなよ。ああ、わかっているさ。なんだか楽しそうじゃないか。そう？でもなんだか前に戻ったみたいでしっくりきてるのかも。そうか、私の方はまだしっくりきてないんだよな。なんだか手持ち無沙汰というか。え？いやー、まさかユーロピアから戻ってきたら長期休暇がもらえるとはな。曲がりなりにもフランス州軍を落としたんだぞ。そりゃ休暇ぐらいもらえるさ。あ、シュネー君はご機嫌斜めのようで。戦場に立つこともできなかったんだ。拗ねたくなる気持ちも分かってくれよ。ふーん、俺が見るにお前のモヤモヤは別のところにあると思うけどね。別にモヤモヤなんて。俺をごまかそうとしても無理だぞ。長い付き合いなんだからな。お前のモヤモヤはベラルーシでクルルニ教に助けてもらってからだ。だからポーランドで負傷してグランビル戦に参加できなかった。モヤモヤしててもいいことなんかない。一度きちんと話してみたらどうだ、クルルニ教と。君はやっぱり人のことをよく見ているんだな。そういう性分なんでね。わかった。この休暇を利用してクルルギ教と話す機会を作ってみようと思う。なら善は急げだ。クルルギ教は執務室にいると思うぞ。わかった、ありがとうレド。お前の言葉はまっすぐすぎて俺には痛いぐらいだな、シュネ。先ほど入ったエリア11の報告。ゼロ一人に処刑予定だった黒の騎士団の幹部らを奪還されたとある。階層構造を利用しての大胆な戦法。これはルルーシュがゼロだった時に見せた戦法と酷似している。しかし機密情報局からの報告では、監視されているルルーシュに変わりはなく記憶を書き換えられた状態のままどうなっているんだ。
こうなったら、やはり自分の目で確かめたいが、ことが C2 が絡むだけに、皇帝陛下の命令がないと。シュネです。今お時間よろしいでしょうか。シュネ、どうぞ。失礼します。どうしたんだい？何か話しても。はい。先のグランビル戦のことで、やはり謝罪したく、戦闘に参加できず、申し訳ありませんでした。そのことか。気に病む必要はないよ、シュネ。僕が判断したことだ。ですか。それでは、私の気が収まりません。ああ、困ったな。では、シュネはどうしたいんだい？クルルギ卿はこの休暇中、ご予定はありますでしょうか？いや、特には。では、アイダホにある私の実家にお招きさせていただけませんでしょうか？え？田舎の方ではありますが、領地で採れる野菜を使ったうちのシェフの料理は評判も良いですし、ぜひ、クルルギ卿に召し上がっていただきたいんです。ベラルーシ、ポーランドと、クルルギ卿には、多大なご迷惑をおかけしているので。わかった。わかったよ。ん？クルルギ卿？お招きに預かるよ、シュネ。ありがとうございます。いや、礼を言うのは僕の方だ。少し気分転換をしたいと思っていたところだったからね。先生の話だと、明日の診察で問題なければ、もうすぐ退院できそうだって。そう。情けないわね。精神的なショックで、体調不良まで引き起こしちゃうなんて。気にしちゃダメだよ、クラリスさん。他にも大勢、同じように体調不良を起こした人がいるんだから。そうね。でも、私にはあなたがいてくれる。だから安心できるのかも。そう。そんな風に言われると照れるな。でも本当のことよ。あの時、あなたが助けに来てくれた。そして、今もこうしてずっとそばにいてくれる。あなたがいてくれるから、私は頑張れるの。クラリスさん。あれ？誰かしら？クラリスさんの会社の人かな？どうぞ。やあ、クラリスさん、お邪魔します。あなたは、副会長のルルーシュさん？お久しぶりね。ご無沙汰しています。彼から入院されたと聞いたので、お見舞いに来ました。そんなわざわざ、こんな綺麗なお花まで、ありがとうございます。いえ、でも、お加減が良さそうで安心しました。ええ、おかげさまで、もうすぐ退院できそうだって、さっきも話していたんです。それはよかった。あら、そちらの方もアッシュフォード学園の？ええ、そうなんです。ロロと言います。はじめまして。はじめまして。よろしくね、ロロさん。はい。こいつも生徒会のメンバーなんですが、実は彼に生徒会の活動で話があって。ああ、この子にも用があったのね。はい。ついでというわけではないんですが、息子さんをお借りしても。え、もちろん。ありがとうございます。それじゃあ、ここだとクラリスさんの体調に触るといけないから。そうだね。じゃあクラリスさん、少し出てくるね。ええ、行ってらっしゃい。紹介します、クルルギ卿。ようこそいらっしゃいました。ヒンメル・ヘクセンです。こちらは妻のエーゲラ。息子がお世話になっております。はじめまして。クルルギスザクです。本日はお招きいただき、ありがとうございます。こら、スノー。クルルギ卿に挨拶しないか。すみません。いつもは元気のいい子なんですが。シュネーから聞いています。確か妹のスノーさんだよね。どうした、スノー。クルルギ卿は、別に怖くなんかないぞ。どうしてみんな、イレブン相手にかしこまってるの？スノー！クルルギ卿の前でなんてことを言うんだ！お父様もお母様もいつもおっしゃっているじゃない。イレブンがナイト・オブ・ラウンズになんてなれるはずがない。浅ましい手段を使ったのだろうって。
自分の息子がまさか下等なナンバーズに使われることになるとは夢にも思わなかったって。それはこの人イレブンなんでしょ。ナンバーズを屋敷に入れたりして大丈夫なの？クルルギ卿、正直に申し上げます。私たちはあなたを歓迎してはおりません。あなたは確かにナイト・オブ・ラウンズという高い地位におられる。しかし所詮はイレブン。ナンバーズに心から敬意を払うことはできない。不敬罪に当たることは承知して申しています。わかりました。いい加減にしてくれ父様。黙って聞いていれば勝手なことばかり。確かにクルルギ卿はブリタニア人ではない。だから敬意が払えない。関係ないだろ。シュネ、お父様になって口の聞き方を。母様は黙っててくれ。クルルギ卿は自分を犠牲にしてまで僕の命を救ってくれた僕の恩人に対して父様はなんていうひどいことを。ナンバーズが貴族の命を守るのは当然だろう。口で言うのは簡単だけれど、実際に他人の命を守れる人間がどれほどいるって言うんだ。ここにいるだろう。お前の父はこのヘクセン領の領主だ。私がどれだけの民の命を守っていると思う。父様、本気で言っているんですか。一度も戦火にさらされていない領地で民の命を守っているなんて。何が言いたい。シュネ、クルルギ卿、申し訳ありません。私の家族がこんなにも恥ずかしい人間たちだとは思っておりませんでした。な、兄様。行きましょう。お部屋を用意してあります。しかし父たちが歓迎していないとしても関係ない。クルルギ卿をお招きしたのは私なんです。シュネ、まだ話は終わってないぞ。いや、終わっているよ父様。誰がどのようなことを言おうとも、クルルギ卿は私の尊敬するお方だ。しかしよく考えて父様。先ほどのような侮辱、本来なら一族郎党この場で首を落とされていてもおかしくない。そうしないのはクルルギ卿がお優しいからだということ。ルルーシュ、クラリスさんのお見舞いありがとう。今日はロロと一緒なんだな。おいおい、そうひりつくなよ。俺たち同じ生徒会の仲間だろ。なあロロ。それは言ったろ、俺たちが共に生きるためにはこいつの力が必要だって。はい。ひとまずは彼のことを仲間だと認識しても問題ない。だからお前に会いに来た。クラリスさんにもだろ。分かっていたのか。ああ、さっきの会話、クラリスさんがルルーシュのことを覚えているか、ロロのことをどう認識しているかを探っていたってことぐらいはね。だがこれではっきりとした。記憶の操作を受けているのは俺以外だと会長、リバル、シャーリーの3人のみ。学園外の人間にまでは及んでいない。やはりその監視のための装置としての学園というわけだな。ルルーシュにとっては閉じ込められているとは感じない確かな牢獄か。言えてみようだな。スザクの言葉だ。スザクは君が学園に囚われていることを認識している。そして復活したゼロの正体が君ではないかと疑っている。つまりスザクに君を監視するように命じている人間がいる。ナイト・オブ・ラウンズであるスザクに命令できる人間なんて一人しかいない。この状況を作り出しているのは察しがいいな。そうだ、神聖ブリタニア帝国の皇帝シャルルジ・ブリタニアだ。兄さん大丈夫だロロ。それにもうこいつは正解にたどり着いている。やはりな。ということは記憶を書き換えたのは皇帝シャルルのギアスか。こいつギアスのことまで。よせノロ。ちゃんと考えるんだ。ギアスのことまで知っているこいつだからこそ信用できる。お前と兄弟でいるためにもこいつの力は必要なんだ。わかりました。よろしくロロ。君がルルーシュを守りたいという気持ちはよくわかった。僕も君たちの居場所を作る協力をさせてもらう。皇帝シャルルを討ち、ブリタニアの現体制を破壊してね。
さて、そのためにも現在学園を掃除しているところだ。だがそれも間もなく終わる。だからお前も学園に来るようにしてくれ。あまりに欠席が続くと不自然だからな。わかった。正直助かるよ。クラリスさんへの言い訳のネタもつきそうだったんだ。ではまた学園でな。ああ。の、ランスロットの強化改良もう終わったんですね。ええ。で、あら、レド君はスザク君と一緒にシュネ君の実家に行かなかったの？ああ、俺貴族ってあんまり得意じゃなくてパスさせてもらったんです。平民の出ですからね。貴族の家に行くなんてとてもとても。そうなんだ。シュネ君寂しがりそうね。まあ大丈夫ですよ。今回は俺がいない方がいいと思いますし、たまにはアイダホの広大な景色でも見て。お知らせでーす。おお、びっくりした。何ですか、アスプルンド伯爵。なんと僕たちのアイダホ行きが決定しました。は？アイダホへ？クルルギ卿、少しお時間いただいてもよろしいでしょうか？ああ、どうぞ。失礼します。あの、その…シュネーの言う通りだった。素材の味を生かした美味しい夕食だったよ。ありがとう。ありがとうございます。お口に合ったのなら嬉しいです。やっと笑ってくれたね。え？せっかく故郷に帰ってきたというのに、まだ一度も笑顔を見せていなかったから。そうだったんですね。家族の非礼ばかりではなく、お恥ずかしいところ。そんなことを気にする必要はないよ。僕も気にしていない。むしろシュネーに誘ってもらえて嬉しかったんだ。クルルギ卿、君の故郷は素晴らしい。ここに来るまで街を見てきたが、穏やかで、みんなが広大な農地で農業に勤しんでいる。人が生きるために必要な農作物を育てて生きている。人は本来こうあるべきなんだと思う。そのような土地にできているのは領主である君の父上だ。誇らしいことだよ。ありがとうございます。やはりあなたはすごい人だ。シュネ？僕ならあんなひどい態度を取った相手をそんな風に思えない。でもあなたは違う。だからこそ僕の気持ちは晴れないままなんだ。シュネ、君は僕に伝えたいことがあるようだ。そうであるなら何でも言ってみてほしい。ああ、やっぱりあなたには叶いません。私が考えていることなんて全部見透かされているような気持ちになります。クルルギ卿、あなたは叶えたい理想があったから戦ったとおっしゃいました。今戦場に身を置いているのもやはりその理想のためなのでしょうか？少し違うのかもしれない。確かな理想があったけれど、それは僕の手からこぼれ落ちてしまった。今はそのこぼれ落ちた理想を少しでも拾い集めるために泥の中でもがいている。その理想はそんなにも尊いものだったのですか？あ、僕にとってかけがえのないものだった。私にもそんな理想があれば迷わずに戦えるのでしょうか？私は未熟で世間知らずで、自分の芯となるものがありません。それゆえに周りの言葉に影響されてきました。貴族のあり方、ナンバーズへの接し方、そして国への順次方。でもそれは全て他人のものであって自分のものではない。あなたと出会ってそれを痛感しました。今まで信じてきたものが自分が実際に感じることと乖離し始めたんです。私の心は今まで信じてきたものを否定したがっている。貴族だからといって力があるわけじゃない。ナンバーズだからと蔑むべきじゃない。出自や国など関係のない理想がこの世にはある。全て僕の心が感じたことです。しかし僕には確たる信念などありません。薄っぺらい人間なんです。そんな僕があなたのような人のそばにいてもいいのでしょうか？僕は
あなたの足手まといにはなりたくない。シュネ、君は純粋な人間だ。だから影響も受けやすいし、傷つきやすい。しかし、自分の心で感じることもできる。その心に従えばいい。君の心は、君だけのものだ。クルルギ教。僕の心は、僕だけのもの。わかりました。私は、私自身の心に従います。だから、私はあなたについていくことに決めました。あなたがナンバーズ出身だろうと関係ない。私は、あなたという人間自身を尊敬しています。家など関係のない、シュネーヘクセンとして。改まってお伝えするのも変なのですが、これは私個人のけじめと言いますか、そのための先生と言いますか。わかってるよ、シュネ。これからもよろしく頼む。イエス、参ろ。これは爆発、いや、砲撃か。まさか、このヘクセン寮で。テロだと。警察はどうした。敵はサザーランド。バカな、そんなことが。お母様。大丈夫、大丈夫よ、スノー。ヘクセン卿、状況を。ゼロの復活に触発されたブリタニア人テロ組織がボイシの議会場を占拠しているそうです。ナイトメアは十数機、警察が鎮圧に乗り出しましたが、相手はサザーランド。ナイトポリスでは歯が立たないようで。ブリタニア軍の出撃要請は。軍に頼るわけにはいかない。ここは私の領地だ。しかし、このまま占拠が続けば被害は広がるばかりです。私たちの力で何とかせねば、民に示しがつかないだろう。領主としての貢献に関わる。ではどうやって解決するつもりですか。こんなところで手をこまねいていても。だからこうやって考えているだろう。小さなプライドを守るために民を犠牲にするつもりですか。そこまでだ、シュネ。ヘクセン卿、我々は占拠された議会場へ向かいます。これ以降の判断は自分に。しかし。履き違えないでください。領主のための民ではない。最優先すべきは人命であること。それはあなたも分かっているはずだ。行こう、シュネ。イエス、マイロード。うちの車を出します。議会場まではそれで。ああ、ナイトメアは現場で警察のものを使うしか。レドか、ちょうどよかった。こちらは今アイダホで。クルルギ卿、そのことなんですが、上を見てもらえますか。上？あれを、アバロン。来ちゃった、ロイドさん。軍にはいち早くテロの発生の連絡が入ってたからね、急いで用意してきたんだ。まさかコンクエスターが。もうごめんと。出来たてほやほやの新しいランスロット、名付けてランスロットコンクエスター。早速使ってみてよ。無駄だ。警察ごときで我々を止めることなどできない。我々北条同盟はこの議会場を足がかりに。どこから。命中クリア。次。命中。議会場前の3機を無力化。シュネーのやつ、狙撃に迷いがなくなったな。よし、議会場の人質は俺に任せろ。オフェン卿、気をつけて。残りの7機が議会場に集まってきているわ。了解です。でも大丈夫だと思いますよ。だって。なんだ。うわ。嘘、あんな一瞬で4機を破壊。おっほー、思った以上の出力だね。今回も俺の出番はなさそうだな。と。残り1機。シュネ、分かっています。コンクエスター、予想以上の戦果を上げましたね。そう、スザ君が本気出せばもっといけたと思うけどな。
それってどういう意味です？スザクも意外とちゃんと上司をしてるってこと。ナイトオブセブン様、テロリスト計14名を搬送いたします。逮捕のご協力感謝いたします。あとは頼みます。ここで本当にナイトメア戦があったのか。被害という被害が見当たらない。これがクルルギ教の力なのか。死傷者はゼロ。だから言ったでしょう。スザクさんは自分を犠牲にしてでも他人の命を守る。守ろうとするんじゃない、本当に守ってしまうんだ。口だけの貴族とは違うのだな。クルルギ教に数々の非礼をお詫びしたい。あの人はそんなのは望んでいないよ。しかし、それに父様たちの気持ちはスノーが伝えてくれるさ。クルルギ教、君はシュネーの。あなたがお兄様を助けてくれたって聞きました。それなのにあんなひどいことを言って申し訳ありませんでした。なんだそんなことか。気にしないで。それよりもお兄さんと仲良くね。え？シュネーから僕のことで喧嘩したって聞いたんだ。それはシュネーは君のことを大切に思っている。だから仲直りしてほしい。たった二人きりの兄弟なんだから。はい、ありがとうございます。クルルギ教、私お兄様と仲直りしてきます。兄弟か。ルルーシュの記憶が戻っているかどうか、それを確かめるには。入団者の希望が続々と来てるって？本当か、それは。うん、これを見て。これは確かゼロの。そうだ、以前ゼロとディートハルトが構築していた地下ネットワークだ。こいつはまだ生きている。細胞化して構築されたネットワークは今も情報が更新され、反ブリタニアの意識を持つ人間たちの情報を吸い上げ続けているんだ。 C2 はゼロが残したこのネットワークを使ってバラバラになっていた私たちをつなぎ止めてくれたの。へえ、君が。勘違いするな、ゼロを復活させるためだ。それよりも話を本題に戻そう。そうね、ともかくこのネットワークに私たち黒の騎士団と合流したいという希望者が集っているの。ゼロは黒の騎士団をより大きな組織にすると言っていた。入団希望者が多いのは願ってもない。ゼロの合衆国日本宣言、そして我々の解放と機運は黒の騎士団に向いている。今が好機と言えるな。はい、ゼロはすでにいくつかの情報細胞を介してここへ入団希望者を集めているそうです。わかった、では入団試験などの準備を進めよう。しかし問題が一つ、その入団希望者をどうやってここに引き入れるかだ。そうか、この総領事館はブリタニア軍に取り囲まれている。出ることも入ることもかなわない。せっかく入団希望者が集まっているっていうのに、これじゃ。その点において心配する必要はない。君は総領事代行のリー・シンクーだ。その件に関してはゼロから聞いている。一度きりだが協力しよう。ゼロに貸しを作っておくというわけか。君たちとは馴れ合いの関係ではない。だが敵対関係というわけでもない。なら貸しを作っておくのも悪くないと思ってね。どうやら貴公はキリンジと見受けられる。で、どのようにして受け入れよう。地下だ、疎開の地下、旧市街から受け入れを行う。ここであっちの回覧船に乗り換えるんだ。足場は悪いが明かりはつけるなよ。もう少しで東京ですか？ああ、竹芝まで行けば別の案内人がいる。そいつの指示に従えばいい。わかりました、ここまで乗せてくれてありがとうございます。ああ、頑張ってくれな、ジョーちゃん。日本を取り戻してくれ。はい。この船に乗っているのはみんな黒の騎士団の。やめなさい、あなた。何？静かに、遊びじゃないのよ。もうここはエリア11の領海内。そんな怪しい動きをしていて
ブリタニアに目をつけられたらどうするつもり？合流する前に捕まったら元も子もないわ。わかった。わかればいいの。いろいろ教えてくれてありがとう。私は赤木ベニオ、よろしくね。よろしくするつもりはないわ。あなたみたいな素人とはね。そっか、私素人だもんね。さっきみたいに他の人を危険にさらしちゃう可能性があるんだ。よーし、足手まといにならないようにしないと。さっきのユーロピアでの働き、大義であったな、クルルギ。いえ、シュナイゼル殿下の指揮あっての勝利でした。いや、休暇先のアイダホでも反乱分子を制圧したと聞いている。そこでシャルル皇帝からお前に新たな命が下った。はい、その命とは。エリア11へ向かえ。あ、自分がエリア11に。では新しい総督が。うん。しかし陛下からは餌の確認ごとも受けたまわっている。お前にはそれでわかるとも。イエスマイロード、拝命いたしました。エリア11に餌の確認にか。シャルル陛下も復活したゼロがルルーシュだと疑っているな。僕は ここからは自分が案内する。はぐれたらそこでおしまいだ。声を出さずに自分についてきてくれ。よし、では移動しよう。警察の巡回ルートは避け、旧市街に入る。旧市街？そうか、疎開は階層構造だから地上には元の町が残ってるんだ。旧市街から領事館の真下まで行って、そこから引き上げてもらうというわけね。しかし後が残らないように案内人が何度も変わる。復活したゼロが本物かわからないけど、ここまでの手腕はさすがと言わざるを得ないわ。あとは無事に黒の騎士団と交流できればいいんだけど。ここは疎開拡張の工事現場だ。ここから旧市街に入れる。こんな真夜中なのに働かされてる。日本人はやっぱり奴隷扱い。ブリタニアって国は。さあ早く奥のゲートから。そこのイレブンども待て！警察？お前たち見たところ作業者じゃなさそうだな。何をしてる？え、いえ、前に働いていた連中が使えなくなったんで新しくかき集めたんですよ。そんな話は聞いてないな。イレブンの作業者なら知っているだろう。強制エリアではイレブンの集会は禁止されているんだ。10人以上集まる場合は届け出が必要だと。それはもちろん。ちゃんと省庁には提出しています。確認していただけないでしょうか。そんな面倒なことをしなくても。そうだな、そこの褐色の女が俺たちの相手をするんなら見逃してやろう。私？いや、届け出はきちんと出しています。ちゃんと確認してもらえれば。うるさいんだよ。黙って言うことを聞かないと今度は頭を打つ。撃った？あんな簡単に人を。面倒だ。お前ら全員公務執行妨害で射殺する。抵抗するなよ。こっちがナイトメアな。させるか！なんだ？みんな早く逃げて。ここは私が。あれはベニオとかいう。いつの間に。そんな民間機で。今のうちにみんなゲートの奥へ。そうだ、早く行こう。ああ急げ。この逃がすか。ダメ。何やってる。ナイトブリッサイ、その民間機を取り押さえろ。分かってるよ。
コックピットから引きずり出して殺してやる。みんな逃げて。あの子、自分を犠牲にして他の人間を。それなのに私は。逃げて。誰か早く。誰か助けて。よく頑張ったね。グレン、その赤い機体はグレンさん。その声もしかして。黒の騎士団め。悪いけどここはあんたたちの出る幕じゃないよ、ブリタニア。グレンさん、やっぱりあなたは神戸の。あの時私を助けてくれたベニオよね。はい、赤木ベニオです。黒の騎士団に参加するためにここに来ました。ベニオ、よくみんなを守ってくれたわね、ありがとう。はい。感動の再会の邪魔をしたいわけじゃないか、急いだ方がいい。この騒ぎを聞きつけてブリタニア軍が来るやもしれん。そうね、シン君。さあみんな、奥のゲートに急いで。私が援護するわ。助かった。ベニオも急いで。はい。足が震えてうまく降りられない。捕まりなさい。え、あなたは船の時の。サビトリよ、かがりサビトリ。さっきは助けてくれてありがとう。ううん、無我夢中でやっただけだから。でもみんな無事でよかった。あなたすごいのね。え、ううん、なんでもない。そうか、無事に入団希望者の受け入れができたのか。なら予定通りに適性テストを行え。今回合流した中にかがりサビトリという少女がいたはずだ。彼女はラクシャータの弟子筋にあたる。そうだ、彼女の組んだ適性テストおよび訓練プログラムを施し、ナイトメアのパイロットの育成を最優先にするんだ。ではまた連絡する。黒の騎士団の中核メンバーを取り戻した今、次の目標は成長だ。総督不在のこの機に成長を落とし、エリア11を手中に収める。しかし、問題はその後、ブリタニア本国にいると思われるナナリーを取り戻すためには、力が必要だ。ここは予定通り、中華連邦の力を手に入れる。そうなると、鍵を握るのは、あの男、立神空か。しかし、イレギュラーというほどではない。現状俺の想定通り、ことは順調に進んでいる。このままブリタニアを倒し、ナナリーを。本日付をもちまして、このアシュフォード学園に復学することになりました、クルルギースザクです。よろしくお願いします。スザクが復学だって、このタイミングは何か意図があるのか。クルルギースザクってゼロを捕まえた白き死神が学校に。あれがナイトオブセブン様。でもイレブンだし。関係ないって、皇帝陛下直属よ。はい、静かにする。クルルギ卿はエリア11配属に伴い復学することとなった。席はとりあえずルルーシの隣に。はい。スザク、お前は俺の初めての友達だった。でも戦争が僕たちを引き裂いた。第二次太平洋戦争、ブリタニアによる日本制圧。敗戦国日本はブリタニアの植民エリアとなった。故郷に捨てられた俺、故郷を捨てさせられた僕。再会した時は敵と味方。僕は日本人でありながらブリタニアの軍人。俺はゼロ。互いに正体を隠し、僕たちは戦った。だがそれは真実の記憶。皇帝陛下が書き換えた記憶は3つ。ナナリーのこと、ゼロに関する記憶、そして俺がブリタニアの王子だったということ。つまり今の俺たちは、つまり今の僕たちは。久しぶりだな、スザク。懐かしいよ、ルルーシュ。スザク君、久しぶり。出世したよな、スザク。スザク君が戻ったって？会長、
一応授業中ですから。何よルルーシュ、こんな時だけ固いこと言わないの。そうだよルルーシュな。君、学園に来ているのか。当たり前だろ、学生なんだから。あまり休むとクラリスさんが心配するんだ。ああ、そうか。なんだよ、二人でこそこそと。軍の話ならなしだぜ、ここは学校なんだから。そうだよ、学校は学園生活を謳歌する場所なんだものね、会長。その通り、まずは朱雀くんの歓迎会よ。そこまでだ、今は授業中だぞ。ミレ、久しぶりの再会で嬉しいのはわかるが、そういう話は放課後にしろ。ほーい。では授業を始める、みんな席につけ。へーい、今はおとなしく授業を受けますか。失敗だったな、スザク。ルルーシュという名前だけでそばに来た、それは俺のことを知っているからこその行動だが、お前が俺を疑っていることはあいつから知らされている。さて、あとはロノが下手なことをしなければ。ん？あ、それでね、私たち以外はみんな帰っちゃったの。先生もよ。ブリタニア本土に。ああ、だからここで朱雀たちを知ってるのは俺たちだけな、ロロ。うん。そうか、道理で知らない顔が。な、ゼロの顔見たんだろ、どんなやつだった。実は女の子。クロビス殿下って噂は。どこかの国の王子様。ああ、そのいいだろ、それぐらい。ダメダメ、同じ軍の僕にさえ教えてくれないんだから。ごめん、言えないんだ、軍の機密。アーサー連れてきたの。お前は本当に猫が好きなんだな。お昼休みが終わっちゃう、そろそろ戻らないと。もう、はあ、では勉学に勤しみますか。会長は卒業のために単位を取らないとですしね。さすがにね、もうあんなに怒ったお母様の顔も見たくないし。それは真面目に深刻ですね。じゃ教室に戻ろうぜ。あ、少しいいかな、話があるんだ。わかった。なんだ、また秘密の話か。リバル、軍にはいろいろあるんだろう。俺たちは先に戻っていよう。へい。分かっているとは思うが、話というのは現在のこの学園の状況についてだ。説明をしてくれるということか。この異常な状況に、先にも話したがナナリーがいない。それなのにルルーシュも生徒会のみんなも、あのロロという少年をルルーシュの弟として扱っている。この異常な状況はどういうことだ。説明はできない、これはある任務だということしか。任務？任務で人の意志をねじ曲げているのか。それについても何も言えることはない。君はブリタニアの軍人としてこの任務に協力するんだ。それはつまり、この異常な状況に合わせろと。ああ、そういうことになる。わかった、任務のためだと言うなら了解だ。しかし、お、人の意志をねじ曲げるなんて本来あってはならないことだ。君も軽蔑するのか、人の意志をねじ曲げること。場合による、そこに信念があるのなら、あるいは。ともかく任務は了解した。じゃあ教室で。人の意志をねじ曲げてまで通したい信念、僕の理想はその信念に沿っているのか。生徒会のみんなの意志を曲げることがユフィの求めた理想に。朱雀さん、なんだか浮かない顔をしていたな。朱雀さんか。まあ故郷に帰るんだ、感傷的になったんじゃないか。生まれ育った場所に帰るのに。例えばの話だが、
お前の故郷アイダホがユーロピアに占領されていたとしたら、お前は帰りたいと思うか？そりゃ帰りたいさ。帰って故郷を取り戻すために。もしお前がユーロピアの兵士になっていてもか？あ、複雑なんだよ。俺たちが心中をさせないほどにな。そうか。それでも私は朱雀さんの気持ちを知りたい。シュネ、お前本当に変わったな。それは悪い方にか？いや、俺はいい方にだと思う。それなら君に背中を押してもらって朱雀さんを故郷に誘ったからだろうな。そうだ、今度レドも私の故郷に来てみないか？この間はゴタゴタしてゆっくりできなかったし、朱雀さんも招いて三人でいろいろ話してみるのも。俺は遠慮しておくよ。そっか、まあ無理にとは言わないさ。さてシュネ、無駄口を叩いている暇はないぞ。そういえばロイドさんがお呼びだった。何でもクルルギ卿が不在の間に汎用機に搭載するフロートユニットのテストを行いたいらしい。フロートシステムか。いよいよ私たちも戦場を空に移すわけか。了解だレド、腕が鳴るな。接触されてみて何か気づかれた点は？いえ、特に。ではやはり対象の記憶は戻っていないと判断して。待ってください、もうしばらく調査が必要です。僕らの監視が信用できないと。 C2 の件もあるだろう。君は今まで通り弟役を頼む。イエス、マイロード。生徒会主催でクルルギ教の歓迎会を行うようです。そこで再度確認を。わかりました。それとガーフィールドについてですが。彼については問題ありません。シュナイゼル宰相直属のキャメロットに所属する騎士です。所属の関係上皇帝陛下の処置を受けることはありませんでしたが、むしろ協力者になり得ます。現在は自分の管轄下にあるので彼の行動は不問としてください。承知しました。ロロ、わかっているな？ええ、わかっていますよ。どうしよう、信じていいのかな、ルルーシュを。先生、俺とロロ、そしてガーフィールドに関する全てのイレギュラーを見逃してもらえますか？わかった、そうしよう。二人ともあまり外を出歩くなよ。はい。残るメンバーはビレッタ先生だけだな。はい、しかしクルルギスザクがいます。殺しますか？そういうことはもうやめろ。ああ、それと。はい。変な言葉遣いはなしにしないか。俺たち兄弟だろ。あ、心配するな。お前のためにも計画は急ぐ。やってやるさ。日本の独立くらい、この学校からでも。岩手、和歌山、徳島。山口からの報告も上がっている。ゼロが現れた途端にこの有様か。ギルフォード卿の不在も影響しているのやもしれん。このままでは桜ダイトの供給にも。はエマージェンシー、未確認 MRF が内部に。何？バカな、ここはエリア11を束ねる聖長だぞ。なんだこのあっけなさは。ゆるゆるだな、呆れるほどに。エリア11の防衛線とはこの程度か。へえ、その判断はまあまあだ。ぬお、何者かは知らぬが、ここで終わりだ。失格、その武装は建物を守ることを優先している。仕方ない。まさかこの機体は。
可変ナイトメアフレームトリスタン。ということはナイトオブスリージノ・バインベルグ教ですね。ああ、君たちを試しに来た。さあ私を止めてみせろ。いいでしょう。私たちも恥をかかされたままでは収まらない。そうそう、本気で頼むよ。言われずとも。ありがとう。どうした、コーネリア公女の親衛隊の実力とはこんなものか。お戯れを。その装備は合格だ。さすがはブルーバロンズの隊長といったところかな。カラス教、今はギルフォード教預かりの身です。そしてその留守を守るのは我らの役目。やめろ。そこまでだ。決着はついた。それはナイトオブセブンとしての判断ですか。そうだ。おう、スザク。ジノ、ランスロットを持ってきてほしいと頼んだのに。ああ、来週ロイド伯爵と一緒に来るよ。それよりなんだいこの服。学校帰りだからね、制服。へえ、これが。ジノ、いくら名門貴族とはいえ少しは普通の、あの、重いんだけど。ワインベルグ卿、どうしてこのようなことを。自分が呼んだんです。クルルギ卿ならば、せめて事前にお知らせいただきたい。事前に言ったらテストにならないだろう。ですが。おしまい。モルドレッド、アーニャまで来ていたのか。おしまい。終わりだってさ、スザクが。つまんない。これで戦力は十分すぎるほど揃った。ルルーシュ、3日後の歓迎会で全てを明らかにしよう。この模擬戦を取り仕切ります。技術部のカガリサビトリです。使用する弾丸は全てペイント弾。ナックルガードもスラッシュハーケンの先もゴム製。とはいえ当たりどころが悪ければ部雷程度の装甲では損傷することもありえます。死んだとしても自己責任でお願いしますね。なんだよあの言い方。ガキのくせに偉そうに仕切りやがって。まただ。また見た目で判断してお門違いなことで批判する。これだから凡人は。試験を開始します。これってどうやったら動くんだ。うわ、相手はどこに。ふん、失格失格失格。やってるわね。カレンさん、どうしたんです。こんな低レベルなところに。低レベル？彼らですよ。彼らはどうして志願したんでしょう。操縦技術もない、知識もない、教養もない。けれどみんな、やる気だけは人一倍あります。なんて言いながら、ナイトメアフレームに乗る。それであのざまです。カレンさんが見に来るようなレベルに達していません。サビトリは辛辣なのね。事実を述べているだけです。次は。赤木ベニオ、16歳、神戸から来ました。よろしくお願いします。あれは、ベニオ。ベニオったら何かの面接みたいね。カレンさん、もしかして、ベニオを見に。ちょっと確かめにね。うん。では、始めてください。昨日と同じ動き。やっぱり昨日のはまぐれじゃなかったみたいね。負けた方交代してください。赤木さんは引き続き模擬戦を続けてください。了解です。はじめ。くらえ。
距離で避けた。でもせっかくのチャンスに撃たなかった。この また勝ったぞ、あのベニオってやつ。マジかよ、あんな子供が。最終試験です。正規団員の方、誰でもいいので赤木さんの相手になってあげてください。次が最後、次勝てたらカレンさんに近づけるのかも。それはさすがにな。新人に負けたらシャレにならないしな。てめえら、新入り相手に何ビビってんだ。情けねえな。いいだろう、ここはゼロの親友である玉木様が世間の厳しさってやつを教えてやるよ。なんです、あのバカっぽい人。バカなのは間違いないけど、実戦経験はあるからね。今のベニオの実力を見るのにはちょうどいいかも。はあ、よろしくお願いします。おい、いつでもいいぜ。では始めてください。まずは手始めに、おらよ。お？やっぱり玉木さん、手加減なしか。大人げないぞ。バカ野郎、あんな戦い方してたら実戦じゃ即死だぞ。だってこいつ、お？銃が怖い。お父さんとお母さんを殺した銃が怖い。でもいいじゃねえか、気に入ったぜシーリー。あら、ほらほら、どうだ、そろそろ降参した方がいいんじゃねえか。ベニオ、止めないと。待って、まだベニオはやるつもりよ。でもやる気だけでは、死んでは元も子もありません。いいえ、死なないわ。あの子は戦士になろうとしているもの。父さん、お母さんは何も悪いことなんかしていない。でもあの時ブリタニアに殺された、日本人ってだけで。でもそんなのおかしいよ。私はお父さんとお母さんが好きだった日本を取り戻したい。だからこんなところで立ち止まってる場合じゃない。私は、赤木ベニオは前に進むんだ。なに、たまけな、俺大先輩。入団希望者の赤木ベニオよ。ボロに食らっちまった。おしきりどけよ。おい、聞いてる？気がついた？どうしてここに？っていうか、ここは中華連邦総領事館の医務室よ。模擬戦中に気絶してここに運ばれたの。模擬戦？そうか、私あの後気を失って、ご迷惑をおかけしました。そんなこと気にしなくて大丈夫。それから、はい、これ。貴殿、赤木ベニオを人型自在戦闘装甲機部隊へと配属する。ゼロ、これはゼロからの。そう、あなたの入団が認められ、ナイトメア部隊への配属が決まったわ。私も黒の騎士団に。ええ、これからよろしくね、ベニオ。それから神戸の時もありがとう。おかげでこうして黒の騎士団も再始動できた。よかった、やっとちゃんとお礼を言うことができたわ。それを言うなら、私こそカレンさんにお礼を言いたかったんです。え、私、行政特区日本の式典会場にいたんです。
両親がブリタニアに殺されて、私も撃たれそうになった時、カレンさんに助けてもらったんですよ。だから。そう。あそこにいたのね。もしかして、銃が撃てないのは、そのせい？カレンさんは気づいていたんですね。そうです。銃を撃つのも、撃たれるのも怖くて。昨日の工事現場では無我夢中でしたから撃てたんですけど。そうしたら逆に、今日は全然トリガーを引けなかったんです。でも、私、戦います。だから、その。わかってる。弱点は別のことで補えるわ。だから、ようこそベニオ。黒の騎士団へ。カレンさん。はい。私、頑張ります。おい、そこのお前。カレンが医務室にいると聞いたんだが。え？ああ。こちらにいると思います。ん？変なやつ。おい、カレン、朗報だ。シツー、何よ、やぶから棒に。あれを回収するチャンスが来たんだ。あれ？ただいまー。ああ、一週間ほどなのに、すごく久しぶりに感じる。それだけ休んでなかったってことだよ。そんなものかしら。そうなんだってば。この半年間、会社の復興のために働き詰めだったって聞いてるよ。それより、病院から持って帰ってきた荷物は部屋に戻しておくね。それと今日の夕食だけど。ごめんね。何から何まで頼っちゃって。そんなこと気にしないで。いつもは僕がクラリスさんに頼りっきりなんだから。ありがとう。でも、私は今回のことは反省しているの。ゼロが復活したのを見て気絶しただけじゃなく、過労がたたってそのまま入院するだなんて、自己管理ができなさすぎ、我ながら情けないわ。こんなことじゃまたカーリーさんに母親失格って言われちゃうわね。カーリー、私の心の傷は癒えてはいないの。だからやっぱりあなたにそばにいてほしくて。金飾りのナイトメアに乗っていたのはお前のおば、カーリー・ディゼルだ。一方で、執拗に僕の身柄を引き取ろうとし、その一方で、二度にもわたってナイトメアで襲ってきた。あの女の目的は一体何だ？そういえば、クラリスさんのことも知っているようだったけど。ねえ、クラリスさん。その、カーリー、おばさんについてなんだけど。どうしたの？クラリスさんもおばと知り合いだったの？ほら、前に僕が入院していた時、そんな風なことを言っていたから。知り合いと言えるほどの関係ではなかったかな。私がバニエラさんの研究を手伝わせてもらっていた時に少しお会いしたぐらい。あとは第二次太平洋戦争のすぐ後かしら、本国に戻っていた私のところにカーリーさんが訪ねてきたの。すごい剣幕で、あなたの行方を聞かれて。僕のことを探していた。ええ。でも、私は戦争が始まる前に本国に戻ってきていたから、何もわからないってお答えしたのね。でも、なかなか信じてもらえなくて。危うく私の両親が警察を呼ぼうとしたぐらいなの。その時は、それほどあなたのことを心配していたのかと思ったのだけど、行動がまともじゃなかった。だから、あなたをこのエリア11で見つけて引き取った時も、カーリーさんへは連絡しなかったの。あの時の傷ついたあなたを、あのカーリーさんに引き合わせてはいけないと思ったから。そっか。それなら、その時のクラリスさんの判断は正解だ。こうやってクラリスさんに引き取ってもらえたんだから。あら、またお世辞がうまくなって、今の学校や軍ではお世辞を教えてくれるのかしら？お世辞じゃないってば。ありがとう。今日の夕食はちょっとリッチなものをデリバリーしちゃいましょうか。やった。カーリー・ディゼル、ますます分からなくなった。僕を執拗に狙う理由は何だ。
どうして僕を欲する。だが、はっきりしていることは一つ、いつかは決着をつけなければならないということだ。お待たせしました。ただいまよりナイトオブセブン歓迎会を始めます。主賓挨拶。言わないとダメですか？当然、会長命令よ。諦めろ、学校ではこの人がルールだ。わかったよ、割り切るから。にゃー、おーおー、乗馬体験コースはこちら。さあ、始まったわよ。じゃあ私は水泳部のカフェがあるんで、そっちに行きますね。後で合流します。了解。俺とロロは食材の準備ですね。行くぞ、ロロ。うん。俺たちはビラ配りだな。ついでに MR1 の最終チェックに行ってくれ。よし、前回入院していて手伝えなかった分頑張るぞ。ピザだけじゃなくて、お前にとってもリベンジなんだな。じゃあ僕は。スーザクは主賓なんだから、働くのは最後だけでいいの。それまでは自由に回ってきて。え、でも。いいから、いいから、待機時間になったら呼ぶからね。わかりました。楽しんできて。そういえばジノに今日のことを根掘り葉掘り聞かれたな。まさかね。おお、これが庶民の学校ってやつか。なんだか賑やかで楽しそうじゃないか。楽しみ。兄さん、何か趣旨がずれてる気が。ミレイ会長だからな、イベント好きだし、それに去年のリベンジもあるんだろ。へえ。どうする、やっぱり兄さんを。ロロ。え、それじゃ危ないって。あ、ほらこうやって、こう持ってさ。あ、こう手気をつけろよ。うん。兄さん。ん？実は僕のギアスには弱点が。世界一のピザです、よろしくお願いします。チラシください。はい、どうぞ。ぜひ来てくださいね。それ私にももらえるかい？あ、はい、どうぞ。って、ジム・バインベルグ、ナイト・オブ・スリーがどうしてこんなところに。サンキュー。おい、アーニャ、世界一のピザだって。何それ、興味ある。ナイトオブシックスのアーニャ・アールストレイムまで。これこれ、メインイベントなんだってさ。でもまだ時間があるな。まさかゼロの正体がルルーシュだと目星をつけてきているわけじゃないだろうけど、目的が不明だ。念のためルルーシュには近づけさせないようにしないと。あっちの屋台も見たい。いいね、行ってみよう。ここは自然に後をつけよう。世界一のピザです、よろしくお願いします。はいはい、今降車したの倉庫。エナジーフィラーの予備ってどこに。あれ、ニーナのだったっけこれ。でもニーナの字じゃないような。ホムスフレっていうのか、面白いな。アーニャ、ほらこれ。記録。好きだね、そういうの。な、どうする？特にやることはなさそうだし、庶民の学校ってのを見学するか。うん、たくさん記録する。よし、じゃあまずあっちにあるバンジージャンプってやつをやってみようぜ。どこに行くか予想ができない、これは目を離せないぞ。ああ、
もう見失った。場所を聞かれた時にちょっと目を離しただけで見失うなんて。とりあえずルルーシュにこのことだけでも伝えておかないと。わかった。九州の F サイドを通じてディートハルトと連絡を取る。それとラクシャーターをこちらに。まさかって、どうして電話に出ないんだ。こうなったら僕があの二人を探し出さないと。世界一のピザやります。詳細を教えてくれ。はい、よろしくね。世界一のピザ。おい、ん、こんな、何しに。あれを回収せねばならない。どうしてあんなものにこだわる。とにかくこっちへ来い。強引だな、坊や。黙れ魔女、自分の立場を分かっているのか。皇帝が私を狙っている。お前を餌にして。そうだ、スザクもいるし、それにもう一人ギアスの効かない女が。美少女から、アダルティなお姉さままで、よりどりみどりの水泳部カフェにようこそ。おお、やっぱり先生にやってもらってよかった。シャーリー、あとで100回殺す。任務でなければ教師役など。昔学校の先生やっていたから。グレン錦が確認されています。カレンは総領事館にいるんでしょうね。そう、難しいな。あっちはレジスタンスって言うけど。ニーナは元気ですよ。この前も学会で論文を。ガニメで完成体にする気かしら。さあ、ニーナの専門はロイドさんと違って。あ、ロイド伯爵何か言ってた？何も。呆れてるんじゃない？留年して結婚延期だものね。いや、あの人は人間として間違っているところが多いから。あれ？アーサー、それはユフィーの。スザク君、主役はここで待機。なんだいこれ、ナイトメアで巨大ピザ？巨大ピザ、世界一のピザ。おお、さっきのチラシのメインイベントだっていう。でもパイロットが見当たらないようだが。世界一のピザ中止。いや、ここは私が一肌脱ごうじゃないか。聞いた話だと、こっちにそれらしい二人組が。で、 MR1 が動いている。面白い記録。足元にいるのはナイトオブシックス。ということ、MR1 には。民間のナイトメアには初めて乗ったが、ちゃんと動くじゃないか。やっぱり、ナイトオブスリー。では、行くとしようか。ダメダメダメ、行っちゃダメだろ。で、皇帝にギアスを与え、スザクに教えたのは同じ人間なのか。そうだ。しかし、これ以上知ると。もう巻き込まれている。V2。V2? スザクにもギアスを。いや、それはないようだ。それより、お前のそばに。ルル！ん？なんだい、シャーリー。わっ！そっち？何か用でも。あのね、ビレッタ先生が私のこと避けてるみたいなの。だからルルの方から。あれ、一人？ああ、今誰かと話してなかった？いや、ここは俺と君の二人っきりだよ。あ、わ、ん？二人っきりって、やばい、チャンスのような気がしてきた。あのね、ルル、私と。
すまない。ちょっと聞き取りづらいんだけど。なんですか、あなたは。どういうつもりだ。お前も人に見られたら。あのピザ女を連れ戻しに来たのよ。だったらトマトの中だ。コンテナごと運び出し、東堂か扇の指示を。誰ですか、失礼でしょ。なんて無様な。黙ってないでなんか言いなさいよ。喋ったら私だってバレちゃうじゃない。こら待ちなさい。シャリー、その生き物は。ルルーシュ、アーサー見なかった。大事に使っていた羽ペンも。まさかこの中に。いや、猫とトマトはセットではない。スタート地点はここなんだろ。まさかジノ。ああ、面白いな庶民の学校は。ルルーシュ。は？お前、どうして MR-1 のコックピットなんかにしがみついて。違うんだ、止めようとしたんだけど。うわあ。おい、待て。今のアーサー？もう段取り変えなきゃ。さあ、パレードルートに出たようです。校舎を回ってからこちらにやってきますよ。クラシックナイトだけど状態はいいな。ルートもよし。なんだか背面のウエイトが重いけど気にするほどではないな。ではシェイクタイム。ピザ女がステージで。顔ぐらい見せなさいよ。はっ。な、もう。ねえ、こんなの俺のジャンルじゃ。突撃。くっ。だけど中の人違います。おいおい、うわっ。そんな急に止まったら。うわっ。ちょっと、ここはピザ生地の上。まさかここにトマト。ジェネラルハン、ルーフトップガーデンを見ろ。何ですか、副会長。システムパターン、ルージュ。あれは C2。 システムパターン、ルージュ。超過用ガス、噴出開始。そういう驚かしだったのか。シーツ、大丈夫か。ルルーシュ、私をこんな目に遭わせて。文句は後だ、今はここから離れるぞ。何事だ一体。すまない、大丈夫か。あ、いえ、こちらこそ。あれ、
記録ありがとう。どういたしまして。ああ。でもこういうモラトリアムもありかな。まあよし。それでカレンを見たやつは水泳部か。先生じゃないかな。ビレッタか。名前までは。だけど変なの。前の文化祭で扇さんと一緒にいた人のような。ビレッタが扇と。南さんが言ってた扇さん直属の地下協力員かも。扇が俺に秘密を。お前はこういうことには鈍感だな。それは ロロが寝返った。ビレッタヌー、ゼロの正体を突き止めた功績で男爵位を得た女だが、裏では黒の騎士団と通じていた。そのような配信を。扇要彼との関係が知られれば、せっかく手に入れた位も失うことになります。新しいあなたに生まれ変わりませんか。これシャーリーから預かったのですが、いいタイミングでした。ビレッタ先生、ハッピーバースデー。また君に借りができたようだな。外交特権を使っただけだよ。それにこちらこそ早く借りを返しておきたいしね。ではもう一つ頼んでもいいかな。慣れ合うつもりはないが。大宦官に連絡を取ってほしい。あと残す攻略はスザクだけ。ルルーシュ、はあ、主役はメインステージにいてくれよ。ん？いや、みんな楽しんでいるみたいだから。まさかナイト・オブ・ラウンズだけじゃなく C2 とカレンも来ていたなんて。だけどこの高野祭で無事に終わりそうだ。さて、僕もせっかく着替えたんだ。生徒会メンバーとしてダンスに参加しないとな。なら私と踊っていただけますか。ええ、僕でよければ。あ、ジョアンナさん、どうしてここに。それに話したいことがあってさ。なんだい。僕はね、ナイト・オブ・ワンになるつもりだ。おいおい、それは帝国最高の騎士。ナイト・オブ・ワンの特権に好きなエリアを一つもらえるというのがある。僕はこのエリアを、日本をもらうつもりだ。僕は大切な友達とかけがえのない女性を失った。これ以上誰も失わないためにも力を手に入れる。だからもう日本人にゼロは必要ないんだ。ふーん、間接統治か。保護領を目指して。答えはこの人に。え？来週赴任されるエリア11の新総督だ。ただの学生が総督と。クルルギです。はい、今目の前に。はい、困るんだけどな、そんな偉い方なんかと。もしもし、お兄様。なんか、お兄様なのでしょ。私です、ナナリーです。総督としてそちらに。あの、聞こえていますか。お兄様、ナナリーです。